いつも YouTube 見ていただいている皆さん、新年明けましておめでとうございます。2023年ですね、今年の挨拶とさせていただきます。ジャズドラムの黒田和義です。皆さんのおかげでですね、去年チャンネル登録数47,257人、12月31日現在ですね、たくさんの登録いただいて本当にありがとうございます。もうやる気になりますからね、こういうのはね。皆さんどんどんいろんな人紹介していただけたらと思います。このチャンネルの目的っていうのはですね、僕的にはジャズをはじめ、いろんな音楽、もっともっと僕は音楽何でも好きなので、隠れたジャズの面白さとか、隠れたこの音楽の面白さみたいなのを使えていこうというふうに思っています。そのためにあのですね、何考えてんのシリーズですね、演奏中の駆け引きを見ていただく、これがジャズ一番面白いで、ジャズの歴史を知るとやっぱりジャズって面白いですからね。あ、こういう音楽だが、ここからこういう風になってるんだみたいなのがやっぱ分かります。で、歌詞の解説、これはあのなかなかこう皆さんのあの見ていただけないんですけど、ジャズって歌詞分かるとめちゃくちゃ内容面白いですし、ドラムもこう歌詞が分かると、そこにこうパンって効果音を入れたりとかすると、分かってる人はめちゃくちゃ分かってくれるし、それはお客さん側も分かってれば、あ、このタイミングでこれ鳴らしてるんだって思うと、もっと楽しめると思うんですよね。だから歌詞解説、細かいニュアンスを、深尾太鼓ちゃんとサーナさんと解説してるので、ぜひ見てください。おもちゃドラム演奏ですね。ジャズってこんなブラシさえあれば何でもできるよみたいなところをね、やってみたいんですが、これ今年はあのですね、100均の素材で作ったガラクタドラムで叩いてみようかなというふうにも考えてます。で、演奏解説ですね。演奏、こう有名な演奏のこういうところが面白いんだよという解説をしたりとかですね、セッションでやるときに、こういうときはこういうふうにしますよみたいなこともよくやってます。あとはドラム講座ですね。僕はドラマーなので、ドラムの、ジャズドラムの、叩けるようになって、難しいこともできるようになるとより面白いので、その辺を解説しています。ぜひお友達におすすめくださいですね。こんな動画やってほしいっていうのもあれば、どしどし、僕の方のね、ホームページからメールでいただければ、できる限りお答えしたいと思っております。はい、今年の抱負なんですね。今日の、新年動画ですからね、23年ですね、始めたいことを達成したいことっていうのをちょっと書いていこうかなと思います。こうやって言っとくとね、言ったじゃんって言われるから、ゴルフ始めたいなと思います。一緒に演奏してみたなんかでもよく出てきてくれるですね、サックスの浜崎渡る君はですね、ゴルフを始めてもう最高だと、もう今70とかでもあるらしいですからね、70代でもあるらしいですからね、あんま調子良くなくても90代とかで全然回れるらしいですから、すごいですね。あっという間に上手くなってますから、そこまではいかないまでも、ちょっとゴルフを始めて、ラウンド回れるぐらいはやりたいなと思ってます。セッションでベースを弾けるようにする。もうベースはね、毎日基礎練習やってるんですけど、ちょいちょいでパッと増えてきたんですけど、セッションでパッと言われてベースが、あ、コード譜見たらできるぐらいにはなりたいなとは思ってますね。中国語ですね、一昨年に2級を取って、去年の年末に3級の試験を受けたので、多分通ってると思うんですけど、通ってなくてもそのまま4級受けちゃおうかなとは思ってます。で、英語もね、ちょっと放置してるんで、そろそろ検定を受けるぐらいはちょっとTOEIC とか、英検かなんか受けてみようかなというふうに思ってます。外国語2つは、習得していきたいなというふうに考えています。あと、ジャズドラムのね、検定。やっぱ検定やってて面白いなと思うし、モチベーションが上がるんですよね。なので、ジャズドラムの、セッションに行っても大丈夫なレベルみたいな感じと、セッションでも上級者、プロになれるぐらい、プロでも上級者みたいな、いろいろちょっとまた考えてるんですけど、この検定があると、その検定を受けるために、頑張るじゃないですか。で、ぐっと上手くなるっていうのは、前から思ってたので、これはちょっと作っていこうかなっていうふうに思っています。ジャズドラムで語り合えるコミュニティを、僕結構理論派なので、こここうだよね、あそこはこうだよねというか、ああだこうだ喋るの大好きなんですよ。なので、そういったところをですね、検定なんかを作ることによって、やっぱり共通ボキャブラリーが増えて、そうすると、ジャズドラムの高度な、お話を、このドラムってわかんないかもしれんけど、こうだよ、みたいなのができるような、そういうコミュニティを作りたいなっていうふうに思っています。なのでね、こういった、僕がこういうのやろうと思ってることに対して、面白いな、俺も一緒にやってみたいなとか、こういうこと一緒にやりましょうとお手伝いしたりですとかっていう方とか、こういうアイデアありますっていう方がいらっしゃいましたら、僕のホームページからぜひね、ご連絡いただけたらと思います。というわけで、本日も頑張って引き続き動画を、作っていきますので、今年もよろしくお願いします。